皆様ようこそお越しくださいました。善気と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売しておりますフレイムアームズガール、ハンドスケール、アーキテクトとバージェラルドアニメーションバージョンでございます。このフレイムアームズガールのハンドスケールというラインナップですね、ご存じない方のためにごく簡単にご紹介しますけれども、一言で言ってしまうと非常に小さいキットになります。通常のフレイムアームズガールのキット、例えばアーキテクトで言いますと、このぐらいのサイズ感があります。だいたい15、6センチ、18センチぐらいですかね。まあ、今回のパッケージで言いますと、イラストと同じぐらいの太さになっております。でこれが通常サイズのフレイムアームズガールで、ハンドスケール、物はゴーライなんですけども、横に並べてみますとこんな感じのすんごいちっちゃいゴーライになっております。このサイズ感がハンドスケールですね。ちょうどパッケージのこの写真と比べると同じぐらいなので、この写真っていうのは原寸大で載ってるかもしれないですね。ただ小さいながらも可動もいいですし、細かいところの綺麗に再現されております。で今回ご紹介するのが、このハンドスケールサイズのアーキテクトとバージェラルドアニメーションバージョンということになります。発売の時系列としましては、こちらのアーキテクトの方が先に発売になって私買ってあったんですけれども、ハンドスケールキット1個で動画1本するのはちょっとどうかなって思ったので、しばらく積んであったんですけれども、これまたちょっと前にこちらバーゼラルドのアニメーションバージョンですねのハンドスケールキットが発売になったので、ニコイチというわけではないんですけども、せっかくだったら両方一緒に紹介しちゃおうと思って今回動画撮っております。ちなみにこのバーゼラルドの方なんですけども、ここにアニメーションバージョンと書かれております通り、そういった大きめのバーゼラルドもちゃんと存在はするんですけども、いわゆる無印バゼコではなくって、メガミデバイスの方で出たテレビアニメに登場したバーゼラルドをカラーリングの方で再現したキット、そちらがベースになっているハンドスケールのキットですね。実際パッケージの下の方にも、こちらフレイムアームズガールのロゴだけじゃなくって、ここにメガミデバイスのロゴまで載っております。では早速パッケージの方をご紹介していきたいと思いますけれども、発売の時系列からいきまして、まずアーキテクトの方をご紹介していくんですけど、まず箱の大きさですね。装備品とかなんとかの関係もありまして、正面から見た大きさ、かすかにこのバーゼラルドの方が大きいかなぐらいなんですけども、箱の厚みにこんな感じで結構差があります。でこちらまずアーキテクトの方なんですけども、正面こんな感じですね。もう今となっても懐かしいこのインナーをつまんだポージング、ただ個人的にはこれぞフレイムアームズガールって気がします。で実寸サイズ全高約 75mm と書いてあります。で左側面の方に塗装済み完成品のフロントとバックでパーツということで、インパクトナックルとか各種オプションパーツのことが書いてあります。で反対側の側面がこちらですね、インパクトナックルを装備した状態とギミックということで、フェイスパーツについては通常側と先部側、かなり小さいフェイスパーツなんですけども、ちゃんと担保印刷されております。で付属するデカールはアイデカールとなっております。で背面がこんな感じになっておりまして、あくまでもこういったバイク類は当然今回のキット同梱してないんですけども、サイズ的にはヘキサギアですね、あちらの方のバイクとか、こんな狼ですかねに乗ったシーンとか、この箱からパコッと出てるこんなシーンとか、なんかあら可愛いって感じですよね。で下の方が注意書きとなっております。でもう片方のバーゼラルドの方が正面こんな感じで、確かこのイラストは女神デバイス版で出たバーゼラルドのアニメーションバージョンのパッケージと同じですよね。でこちらはちょっと大きめ、このうさ耳があるせいもありまして、実寸サイズとしまして全高約 82mm で、こちら側は塗装済み完成品のフロントとバック、でこちら素体状態も軽装ですかね、非武装と書いてありますけども、こういった状態も今回のキットで出てきます。で反対側の側面がこちら、かっちょいポージングとギミック、フェイスパーツ担保印刷済みのものが2種類、正面向き顔と右向きダメージ顔、ダメージ顔というか、なんか無然とした表情ですよね。でデカールがこんな感じ、ほぼアイデカールです。で背面がこちらになっておりまして、一瞬うんって思ったんですけれども、こちらのこの3枚の写真ついた今回のキットで再現できるものなんですけども、これですね、一瞬分からなかったんですけども、バックパック的な、要はサブアームですね、この範囲までがサブアーム本来のもので、この外側のこのごっついもの、これが女神デバイスの方で出たバーゼラルドアニメーションバージョンについておったスラストアーマーとかサブアームになります。こんな感じでつけることもできるんですね。で下の方注意書きとなっております。ではそれぞれ中身の方もご紹介していきたいと思います。まずはアーキテクトの方ですけども、上からパカッと開けるタイプですね。ここの部分開けまして、で中身の方ですけども、じゃん、こんな感じですね。説明書は後にしまして、まずこちらアイデカール、ほんとこのちっちゃいですよね、シールにつきましても。でまずこちら一袋目、頭髪の白いパーツであったり、このスキンカラーの部分ですね。であとこれがハンドパーツ、もうめちゃめちゃ小さい、爪と比べていただいてもこの小ささお分かりいただけると思います。でこれがフェイスパーツ、担保印刷されてないものもありますけど、担保印刷済みのものがこちら、これ叫び顔のもの、綺麗にちっちゃくんですけど印刷されてますよね、口の中まで。でこちらが通常側ですね、この無表情な感じがアーキテクトっぽさがあると思います。であとは一袋まとまってますけども、多分これすねの部分ですよね。あとは胸部のパーツであったり、反対側の方にこれインパクトナックルのパーツがあります。
キットの総量としては、まあ、キットが小さいせいもありまして、ボリュームは非常にコンパクトというか、こじんまりした感じになってますね。ほんとこのぐらいで完結しております。で、説明書の方ですけれども、アーキテクトの方、まずこちらこんな感じですね。で、先に裏側をご紹介しますが、裏の方にこんな感じでカラーガイドがあります。アーキテクトはそんなむちゃくちゃ多くの色が使われてはないんですけれども、何分キットが小さいので私の方ではどこまでカラー塗装できるかどうかわからないんですけども、まあできる範囲でやっていきたいなと思っております。で、中の方に参りまして、まあ背を開けますと、こちら、インパクトナックルの方の説明とかカラーガイド。で、こちら注意書きがありまして、もう一個開いた。ここにパーツリストが載っております。こうやって改めて見ると少ないパーツ数ですよね。これでぐりぐり動くからすごいなと思います。で、横目いっぱい広げますと1枚の紙になっておりまして、左側の方から組み立てが始まりまして、まずは頭部の組み立て。頭髪については軸接続で左右には展開するみたいですね。で、胴体の組み立て。で、腰部の組み立て。太ももの接続が上下にスライドできるようで、で、このパンツパーツはこれ履かせる感じの作り方ですね。で、右腕の作成がありまして、左腕の作成。で、右足の作成、膝については二重関節です。で、右足が完成しましたら同じように左足の組み立て、左足が完成。全体を連結して本体が完成。で、最後にインパクトナックルの組み立てとワンブレの取り付け方法が書いてあります。で、脚部の可動とか、その他諸々注意書きが書いてあります。まあ、最後のページは先ほどご覧いただきましたけども、まあ、カラーガイドの部分で、まあ、こういった細かいところのスミレっぽいのをやっておきたいなと思っております。こちらがまずはアーキテクトですね。で、もう一個こちら、バーゼラルドになります。このスラスターはまあセグメントライフル部分がありますので、ハンドスケールとはいえなかなかのボリューム感があると思います。こちらも中の方開けていきますけども、中身は、じゃん。もうなかなかなボリュームとなっております。で、紙類は最後にしまして、まずはこちら。展示ベースが付属しているんですね。透明のやつですけども、こういったのも非常にありがたいですよね。で、次にこちらが、ハンドパーツ。まあ、ほんとちっちゃいお手手してますよね。で、ちょっと変な並びですけど、これまずアイデカールがありまして、で、こちら、フェイスパーツ。こちら、タンポイン刺し墨のものだけが入ってますね。この、目線が、右向きのダメージ顔っていうのと、こちらが、通常側のお目目クリクリで、非常に可愛らしい印刷となっております。で、まずこちらの方が、頭髪のパーツですとか、こちらの方はバックパック部分のパーツですね。反対側の方に、こちらの方が、腹部のパーツであったり、こちら、まあ、ゴールドっぽい成形色のものですね。まあ、このままの色で今回作ろうか塗ろうか悩むところです。で、こちらの方がタンポン印刷されたフェイスパーツが2つと、反対側が、これ、軽装状態のすねとかですね。もうちっちゃすぎて一瞬どこだかわからんぐらいですね。で、最後こちらの方が、スラストアーマーとかセグメントライフル。1個のパーツで成形されてますので、いわゆるこのマガジン的な部分ですね。ここだけは何とか塗っておきたいなと思っております。で、反対側が武装状態の脚部であったり、これサブアームの先端の爪っぽいところですね。これもちっちゃいですので、綺麗に再現されていると思います。バーゼラルドはこれで以上となります。アーキテクトに比べるとまあ当然ですけど、分量多いんですけれども、それでも非常にコンパクトにまとまった、さすがハンドスケールって感じですね。で、最後作り方の説明書、こちらバーゼラルド。手順が多いせいか、バーゼラルドアニメーションバージョンの取説についてはこんな冊子になっております。で、まず1ページ目開きますと、こちら注意書きがあって、次がパーツリスト。1ページに収まってますけれども、なかなかな分量がある気がしますよね。で、展示ベースもあります。で、次のページから作成が始まりまして、まずは頭部の組み立て。あ、ここに素体状態って書いてありますね。で、髪の毛についてはこんな小さい頭部ですけども、後ろの髪の毛部分が前後にスイングするギミックがあるようです。で、頭部が完成してましたら、胸部の作成。次に、腰部の組み立て。ちょっとこのパーツはみるのコツがいるっぽいことが書いてあります。で、次に、右腕の作成と左腕の作成。で、次のページで、脚部、素体の方ですね、を作成して、全体を連結して、素体状態の完成。外箱には軽装って書いてあったんですけども、説明書は素体って書いてあるんですね。で、展示ベースを組み立てて、こんな風に使えますよっていう説明です。で、次のページが今度は、武装状態、まあ、右足ですね。こちらもちゃんと二重関節になっております。両足を作成しましたら、今度は、背部フレームの作成。これも物が小さいんですが、どこまで色を塗るかって悩むとこですよね。で、サブアーム右を組み立てましたら、次のページで、サブアーム左の組み立て。で、スラストアーマーを組み立てて、で、ここから一旦素体状態を分解、尻尾の部分と両足を外して、脚部を接続。で、背部アームにサブアームを取り付けて、で、スラストアームを取り付けたものを背中に装着。これで武装状態の完成になります。次のページが、セグメントライフルの持たせ方とか、展示ベースの使用方法が書いてあって、最後のページがカラーガイド。まあ、どこまでこれに近づける感じで塗装できるかどうかわからないんですけれども、差し色とも言うべき、セグメントライフルのオレンジのとこですとか、このバーニャーっぽいとこですね。ここなんとか塗れたらいいなとは思っております。で、次のページが、今度は同じくカラーガイドですけれども、素体状態のもの。で、最後のページがポージングの写真となっております。
バゼコンの説明書は以上こんな感じですね。小さいながらもかなり作りごたえのあるキットとなっている気がします。ではこちらの2体のキットですね、早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。数パターンずつですがご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介していくんですけども、今画面の方画角の下半分あたりにキットのタグがキュッと集まってるように見えるかもしれませんけれども、まあこれは私の撮影環境の都合と今回のキットがハンドスケールで非常にコンパクトということもありましてこんな感じになっております。で上側も空いておりますし、せっかくなのでハンドスケールではないそれぞれのキットをちょっと後ろに置いた状態で詳細についてご紹介していきたいと思うんですけれども、まず通常のフレームアームズガールアーキテクトがこんな感じで、なんかもう本当に巨人と子供みたいな感じですよね。で同じようにバーゼラルドアニメーションバージョンがこんな感じ。大きさの違いは当然なんですけれども、こうやって見てみてもハンドスケール側の細部にわたっての再現度の高さっていうのがこの状態でもよくわかりますよね。すっごい精密に再現されてると思います。では先にですね、両方のキットを合わせて交換パーツの方からご紹介してまいります。まずはハンドパーツ、今アーキテクト、バーゼラルドともに本体についてますのが指の揃った開き手、それ以外に3種類ずつ、形状は多分全く同じものですね、色が違うだけです。上の方から順に開き手、握り手、武器持ち手、手首は軸接続で特に角度が変わりませんけども、ぐるぐる回るぐらいですね。ハンドパーツは合計4種類ずつ付属します。続きましてフェイスパーツ、アーキテクト本体についてますのが通常側のもので、こちらが叫び顔ですね。もうほんと指と比べていただいてもむちゃくちゃちっちゃいの分かりいただけると思います。ちゃんとこう根のところが綺麗に塗装されてるだけじゃなくて、この開いた口についてもちゃんと立体的なレリーフで綺麗に口の中の方まで塗装されております。次にバーゼラルドの方、本体の方が正面向き笑顔のもので、こちらが右向きのダメージ顔ですね。まあダメージ顔ではありますけども、困り顔として使ってもいいかもしれません。ほんと困った感じとかダメージ顔っぽいところ、目のところとかまつげのところまでこんな大きさなのに綺麗に塗装されております。次にバーゼラルド側の方ですけども、ここにありますこの白い玉ですね、これは養分取り付けるウサギの尻尾ってとこでしょうか。ここのスリットの部分で養分取り付けることができます。今本体に付けてありますのはこれよりも一回りか二回りぐらい大きいもので、反対側にスタンドに刺すための3ミリの穴が開いたものになります。まあ、具体的にはこんな感じのものになります。まあ、後で改めてご紹介しますけども、バーゼラルドのこの軽装状態の足っていうのは非常に接地面積が小さいので、自立は不可能ではないんですけども、こんな感じでスタンドを立たした方が安定します。で、この交換するための尻尾のパーツになります。次にこちらなんですけども、これ本当は2つあったんですけども、作成の途中どっか飛んでてしまいまして紛失したんですけども、これグリップのパーツになっております。で、これにつきましては、この背部に取り付けるこのサブアームですね。今これ通常のバーゼラルドと同じように、
このブレードであったりこの銃がついているんですけども、ここの部分を外してこんな握り手に交換することができます。これ私が知る限りバーゼラルドのキットにはこれまでついてきたことがないので、ハンドスケールのキットとはいえサブアームを武器を持たないこういったグリップにできるってのはありがたいですよね。ちょっと右手を紛失してしまったので、また改めて矢探ししてちゃんと両手揃えておきたいと思います。こちらが左右1つに付属します。でここからは各キャラクターに分けてご紹介してまいります。まずはアーキテクトの方、本体以外に付属するものとしまして、こちらがインパクトナックルですね。まあ、本来であればこの指のところも同じようにゴールドを塗る必要があったんですけども、失敗そうだったんで、この中途半端にこのメリケンサックっぽいところと軸の部分と上側の部分ですね、ちょこっとだけゴールドで塗装しました。グリップ部分についてはぐるぐる回ります。特に伸縮したりするギミックはないですね。でこのシルバーのパーツのところで腕横にマウントすることができます。まあ、後でやってみます。こちらが両腕に溶けることができるようにちゃんと左右一対付属しておりまして、で本体のアーキテクトですけども、こちらですけどこの大きさなんですよね。ただ大きさは小さいんですけれども、ちょっと横のこのアーキテクトと同じような位置で並べてみますとどうですかね。小さいながらも細部にわたって綺麗に再現されてるんですよね。ちなみに今回のこのアーキテクトのキット、私の方で色を入れたのはところどころ墨色をしたのと、このスカートのラインのところですね。本来のアーキテクトこのカラーだったらスカートのラインはメタリックグリーンがなんかになると思うんですけども、綺麗に発色するとは思えなかったので、白でこんな感じで墨入れっぽくラインのところだけ色を入れてあります。まあそれ以外もちょこちょこ色は塗ったんですけれども、そもそもアーキテクトの場合は使われているカラーが非常に少ない上に、ある程度成型色で賄われてしまうので、ぶっちゃけ墨入れをするだけでもかなり完成度の近いハンドスケールのキットとして仕上がる気がします。では上の方から順にですね、簡単に稼働も含めてご紹介してまいりますが、まずお顔はこんな感じになっておりまして、サイズ違いますけども、通常のアーキテクトの顔横に並べみますと、もうそっくりですね。このスンとした感じが綺麗にこのちっちゃい顔でも再現されております。で可動ですけれども、頭部につきましてはボール状と接続、首そのものに可動はなくって頭部のみですね。でこの状態で前後とかちょこっとですけど動かすことができます。でこの襟の部分なんですけども、これについては本来グレー一色の成型色です。下のこのモハモハみたいなところは私の方で塗装しました。で通常のアーキテクトと比べますと、この首が埋まって見えるんですけれども、これ首が短いのではなくって、この襟のパーツが強度上の関係、どうしてもある程度の大きさを確保しなくちゃいけないので、ここが少しかさ増しをしているせいでちょっと首が埋まっているような感じになってますね。で後ろの方行きまして、この後頭部の髪の毛、これについては左右のみに稼働します。ヘッドギアの部分で抜けてこないように抑えられてますけども、まあ、その都合もあってこのヘッドギアの間だけでの左右の稼働ですね。で肩腕周りですけども、肩は軸接続、この状態でぐるぐると前後に稼働します。横方向についても肩アーマーがありますけども、干渉するところまでは水平以上、うまく避けとけばもっと上まで上げることができます。でここの色の変わっているところにロールがありまして、肘についてはまっすぐな状態からぐいっと曲げれば90度ちょいまで曲げることができます。このカートについては通常のアーキテクトとそんなに変わらないぐらいですね、構造的にも似てます。で手首につきましては軸接続ですね。先ほどハンドパーツでもご紹介しました、ぐるぐる回るだけですね。まあ、角度変わらないですけど、この大きさだったら十分だと思います。で胴体胸周りですけども、特に胸部のパーツに可動はなくって、可動についてはこの胸と腹部の間、ここボールジョイントになっております。ここの部分で上半身ごとこんな風に後ろとか前、こんな感じで稼働させることができます。当然ぐるぐる回すこともできますし、多少であれば傾けることも可能です。続きまして股関節ですけども、股関節につきましてはそれぞれ左右独立した軸で引き下げることが可能なんですけども、そんな思いっきりずるっと下がるわけではないですね。で接続がボールジョイント、まあ範囲も狭いので股関節の軸の位置についてはこの位置固定でも問題ないかなって気がします。でこの状態で前とか後ろ、まあ、後ろはスカートの部分もありますのでそんなに大きく動かないですけれども、左右に足を大きく広げることもできますので、この大きさであることを考えると十分だと思います。で太もものこの色の変わっているところにロールがあるんですけれども、太もも上側のパーツがありますので、実はこの状態から膝から下の部分についた外側にはこのままでは回すことができません。内側にはここの部分干渉を避けてこんな感じで回すことが可能なんですけども、ここのパーツは外すことができますので、外せば外側にもグイッと回して大きくハの字立ちをさせることも可能です。で膝につきましては二重関節、グイッと曲げてこんなちっちゃいですけども、片膝立ちも余裕なぐらい稼働させることができます。ちゃんとこの膝アーマーがすね側ではなくって二重関節パーツについているというのが、より本来のアーキテクトと同じような感じになってていいですよね。で足首につきましてはボール状と接続、後ろとか前で左右に角度変えることができますので、足を大きく開いても行ったり設置して立たすことができます。では最後にですね、インパクトナックルを腕につけてみたいんですけども、この開き手のままではつけることができないので、このハンドパーツを先ほどご紹介した握り手に交換しておきます。
では交換しましたのでインパクトナックル取り付けます。でこれ気のせいかもしれないんですけれども、この手首がですねちょうど外側に反っております。要はこの状態からこっち側にってことですね。でこうなっているおかげでインパクトナックルを取り付けた時にこの握り拳のパーツがちゃんとインパクトナックル側に密着するので、実際の固定はこのグレーのパーツでこの前腕部分取り付けるだけなんですけども、ここにこんな感じでパチッと取り付けた時に本当にこのグリップを握ってるかのような位置に握り手が来るっていうのが、まあそういう設計なのかもしれませんけども、すごいなと思うんですよね。で反対側の腕にも同様にインパクトナックルをパチッと取り付けると、これでごっちインパクトナックルをつけた状態のアーキテクトになります。アーキテクトの場合は足裏が結構幅がありますので、このごっちも腕につけましたけども、ちゃんとこんな感じでもトンと置くとスッと自立させることができます。先ほどもターンテーブルでちょろっとご覧いただきましたけども、もともと足裏が大きいキットなので、この大きさでもごつい武器を持ってもある程度ダイナミックなポージングで飾っておくことができるっていうのはいいですよね。ではちょっとこの子は通常アーキテクトの前あたりに一緒にこう立っておいてもらいまして、では次にパーゼラルドアニメーションバージョンの方をご紹介してまいります。取り付けてしまうと細かい可動とかご紹介しにくいので、先にバックパックといいますかサブアームとスラストアーマーのあたり、こちらを先にご紹介してまいりますが、こんな感じになっておりまして、これも後ろのこのバーゼラルドと同じぐらいの位置のところに置きますと、こんな感じで細かいところまで綺麗に形状再現されてますよね。ちなみにバーゼラルドのキット、先ほどランナーご覧いただきましたけども、オレンジ色のパーツは一切存在しませんので、このスラスターの部分ですとかこのセグメントライフルのとことか、このオレンジ色っぽいところは全て私の上で塗装しました。まあ、バーゼラルドの場合はこの色が差し色として重要なので、ここを塗るか塗らないかって結構大きいんですよね。この前側から見た時の4箇所あるスラスターですとか、左右それぞれのこのスラスターアーマーセグメントライフルの部分ですとか、後ろもそうですね、こういったところのスラスター周りのところ全部塗装させてもらいました。幸い下ディル塗料でちょちょっと塗れる簡単なところだったので、私みたいな不慣れなおっさんでもなんとか塗装することができました。でこのサブアーム周りの可動ですけども、まずこの肩的なところ、ここで全体で可動もしますし、このサブアームとは別にこのスラスターアーマー部分だけでも、まあ、上側と一緒に連動してますけども、こんな感じで内外に可動させることができます。接続そのものはボールジョイントなので、これごとぐるぐる回すこともできますし、内外の角度を変えることもできます。で、このスラストアーマーの乗ってるところ、ここにつきました軸なので、外側に展開することはできません。前後にここで稼働するぐらいですね。で、基部のところにこの前後移動の軸があって、ここでこの片側のセグメントライフルごと前後に稼働させることができます。で、この腰部につきますこのサイドスカートっぽいところ、これについては内外の稼働があります。通常のバーゼラルドアニメーションバージョンの場合、ここボールジョイントでしたね。今回のキットの場合は軸接続となっております。でサブアームにつきましても、この接続のところで左右ぐるぐる回りますし、肘に相当するところで肘を大きく曲げることもできます。先端部分についても軸接続なので、ここで回転させることもできます。まあ、当然のことながらこのブレード部分を展開しませんけども、代わりにこの手首パーツっぽいところを取って、先ほどのグリップパーツを取り付けるという、まあ私が知らないだけですけれども、バーゼラルキット初のサブアームが握り拳という状態ができます。まあ実際握り拳じゃなくって武器持ち手だったので、バーゼラルド本体とサブアーム4本の腕を使ってこのセグメントライフル4丁を構えることも可能となっております。でこちらの武装用の脚部につきましては後でどのみち乾燥しますので、その時ご紹介するとしまして、バーゼラルド軽装状態ですけども、こちらですね、まあ、先ほどご覧いただきましたこのクリアパーツの方が専用の台座ですね。今は転倒防止のためにこの尻尾の部分に差し込んであります。でやっぱりこのピンを差し込む前提の尻尾なのでかなり大きくなってますよね。まあそれはさておきまして、一旦このスタンドの部分を軸で外しておきまして、でこちらがバーゼラルドのハンドスケール軽装状態ですね。こちらもそうですね、オレンジ色の部分については全て塗装しましたし、この胸部のグリーンですとか頭部につきましても、これ全体がこの 2V ゴールドの成型色だったので、この両側の耳のところについては塗装しました。でまあこのバーゼラルドの方もそうなんですけども、もともと女神デバイス準拠になったのもありますけれども、バーゼラルド自体が小さい女の子なので、ちゃんとこのハンドスケールでも非常に小さくなっております。ちょっとこの状態ですけども、先ほどのアーキテクトと横に並べますとこんな感じでちゃんと身長差が再現されております。さらに小さくなったわけなんですけども、それでも可動とかはきちんと組み込まれております。でお顔がこんな感じになっておりまして、お目目バッチリ、普通に可愛い天真爛漫なバーゼラルドですよね。で可動ですけども、頭部はボールジョイント、これは先ほどのアーキテクトと同じですね。で後頭部の髪の毛につきましては、バーゼラルドの場合左右ではなくって片側ずつ真ん中で分かれてまして、前後にこんな感じで稼働させることができます。で頭部の稼働はボールジョイントでぐる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 、まあ、髪の毛前後に稼働できるので後ろ目にしたりというところ、割とアーキテクトよりもよく動きます。次に肩腕周りですけども、基本的に肩の構造は同じですね。
本体に刺さってまして、軸接続、これで前後に動かしたりすることもできますし、この肩のアーマーの部分というか、この羽の部分ですね、これもゴールドっぽい成型色だったんで、オレンジとか塗装してあります。外側に向けておけば干渉を避けることもできます。で、肘については、グイッと。これも通常サイズのバーゼラルドと同じぐらいまでは角度変えることができます。で、ハンドパーツも同じく軸接続ぐるぐるもあります。で、この手首のところのスラスターについても塗装させていただきました。やっぱりバーゼラルドの場合ってのはこのオレンジ色のスラスターですごい目立ちますからね。結構気使うサイズでしたけども、ちびちびと塗装させてもらいました。続きまして、胴体の可動ですけども、胴体はこの胸部の下のところと腰部2箇所に可動があります。胸部の下の可動はアーキテクトと同じボールジョイント、ここの部分で胸部が前後とかに動きます。で、さらに、腰部につきましても前後可動がありますので、この状態で、この両方の足がですね、ここの部分が、こんな感じで前後に可動させることができます。この辺はアーキテクトよりも1箇所可動が多いんですよね。で、その代わりといってはなんですけども、この太ももの接続位置については、この位置から変えることができません。まあ、そうは言いましても特に干渉するものもないので、この状態から足については、前とか、後ろ。まあ、後ろはちょっとお尻の出っ張りがありますので、そんなにいかないんですけども、この大きさでここまで動けば十分だと思います。横方向についても、このぐらいまでは足を広げることができます。で、後でどの道差し替えますけども、ここの部分に接続がありまして、ここで足がロールできて、膝についたちっちゃいですの二重関節、グイッと大きく正座できるぐらいまで曲げることができます。で、足首につきましては、接続は軸の接続なので、左右の角度は変わらないんですけども、この状態で、後ろとか、で、前、結構大きく動かすことができます。では、この状態でですね、脚部を武装状態の方に乾燥してみたいと思います。まあ、先にこの尻尾のパーツ、一回これも取っておきます。で、太ももの下を外して、ここに、この武装脚部をそれぞれ左右差し込めば、これで、脚部の乾燥が完了ということになります。まあ、こうなると足も結構長くなりましたので、かなりスタイルも良くなりましたよね。で、この脚部ですけれども、こちらも同じく、この前側1箇所と後ろ2箇所のスラスター部分は、塗り方が中途半端ですけど、とオレンジで塗装してあります。で、膝については二重関節で、グイッと、スラスター部分がぶつかりますけれども、そこまでは大きく角度変えることができます。で、足首ですけれども、足首については、こういった武装用の脚部ですけども、アーキテクトと違いまして、これも先ほどご覧いただいた軽装というか素体の脚部と同じく前後の角度が変わるだけなんですよね。まあ武装用になって前後の幅も広くなったので別に左右に角度変わらなくてもこのまま自立が可能なんですけどもバーゼラルドの場合はバックパックというかこのサバーム的なものとかを背負った状態で立たせるというよりもスタンドを使って宙に浮いてる方の方がしっくりくるので足裏の角度は変われなくてもまあいいかなっていうふうには個人的には思っております。いやこの状態で背中にですねと言いますかこの腰部の出っ張りのところにこのサバームプラススラストアーマーあたりを差し込んで装着させますけれどもグッと差し込めばこれでフル武装といいますかいわゆるアニメとかで飛び回ってたバーゼラルドアニメーションバージョンの武装の完走といいますか完成となります。この状態でちょっとまた片方にしかピント合わないので分かりにくいかもしれませんが同じようなサイズ感のところに置きますとこんな感じでかなり再現度が高い気がするんですよね。むしろ通常のこのアニメーションバージョンよりも気持ちこっちのハンドスケール版の方が頭部が少し大きく感じるせいかこっちの方がなんかアニメ本編に登場したバーゼラルド感があるんですよね。でこの真ん中のこのスラスターここの部分がピン穴分かれてますのでちょっとこのスタンドの部分も高さ変えて角度変更してここの部分に差し込んで、まあ、バーゼラルドはこういった感じで宙に浮いた状態で飾るのが一番しっくりくるかなっていう気がします。地に足がついてこうズドーンと立っているバーゼラルドってあんまりイメージできないですからね。こんな感じで改めていかがでしょうか。ハンドスケールという大きさの割にやはり形状の再現のレベルは非常に高いのでこの状態だったら机の上とか出しっぱなしにして飾っておいてもいい感じですよね。同じようにこちらもバーゼラルドの前あたりにちょこんって置いておきますけども今回こうやって2種類のハンドスケールのギットをご紹介させてもらいましたけれども本当に見事なぐらいにただ単に小さくしただけっていう感じで細かいところのレリーフまで綺麗に再現されていました。フレームアームズガール、ハンドスケール、アーキテクトとバーゼラルドアニメーションバージョンはこんな感じでした。というわけで今回はハンドスケール、アーキテクト、バーゼラルドアニメーションバージョンご紹介させていただきました。割とシンプルなデザインのアーキテクトと豪華なデザインのバーゼラルドアニメーションバージョン。結構両極端なキットを一緒にご紹介したわけなんですけれども、皆様はどちらの方が好みでしょうか。
やはり見た目の豪華さというか派手さからバーゼラルドの方が気に入ったという方も多いかと思うんですけれども、個人的にはまあそもそもアーキテクトが好きだっていうのはありますけれども、ほんのちょっとの墨入れ程度で完成度の高いキットに仕上がるっていう手軽さを考えるとアーキテクトの方がいいなとは思うんですよね。インパクトナックルも2個付属しますし、あとはちょっと余談になりますけれども、ことぶき屋さんの公式ショップの方でも初回限定特典付きのハンドスケールアーキテクトはまだ在庫があるようです。まあバーゼラルドのアニメーションバージョンにつきましても通常の在庫の方は市場に出回ってますので、両キットとも現時点で普通に購入することができます。お値段も非常にお手頃だったりしますので、美少女キットがお好きな方、小さいですけれども細かいところまで本来のキットと遜色ないぐらいまで綺麗に再現されている、おすげえって思われた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。